お疲れ様です、草野です。クール街な藤ヶ谷さん。おしゃれで控えめ、玉森くん。みんなのアイドル、北山さん。気遣いダンディ、宮田さん。美肌と男気、千賀さん。最強料理イケメン、横尾さん。会計と関連づけると、こうなる。今日の肝。人気順。会社の成績表は2種類。一つは会社の状態がわかる成績表です。貸借対照表と言います。この成績表は資産、負債、純資産3つの項目が書かれており、このうち資産は分類が細かく、上から下まで並び順も決まっています。イメージとしては、一番上の現金をトップとして、人気順に並んでいる。こんな風に考えると、一つ一つの分類がわからなくても、上から下のどのあたりに書いてある資産かで、どのような位置づけの資産なのかが、わかるようになります。例えば、上に書いてある資産ほど人気が高いんだな。こんなイメージです。以上、会計は枠組みがわかるようになると本当に楽しいですよ。